柴田、今度はウームの株主か。何が狙いなんだお前は。ウームの株主、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 ウームの株主、ウームの株主、ウームの株主、ウームの株主になって株主総会で出たいんだって。株主総会で堂々と自分の意見を言う。偉いね。それは立派な心構えだよ。でもなんかお前がやるとなんか下心がありそうで、なんか怪しいよな。なんか裏がありそうで。ウームに入って自分もウームに入れてもらいたい。株主総会で株主になって自分をウームの方に入れてほしい。結構虫がいい話だよな。なんでそんな話なのか分かんないけど、まあ東証マザーズにウームが8月の30日に上場する。それはとにかくおめでたいことなんで、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ウームをマザーズをきっかけにどんどん大きくなっていただければと思います。柴田はどうなるか分かんないけど、まあ株主で一株買うって言ってるんで、一株と言わないで全部の株買っちまえばいいじゃん。お前金持ちなんだから。全部引き切ってやるよ。 YouTube 全部、柴田が全部引き切ってしまえばいいじゃん。以上です。